ロサロスマスコット、チューベクロー。チューベクロー、今日もよろしくお願いします。さて、この3年生、今日の一言は、この3年生はスチューデントナイトというのを企画しておりますということで、悩める大学生、専門学生からいただいたお悩みに、今年で30周年を迎えた人生の大ベテラン、つば九郎先輩にお答えしていただきたいと思います。つば九郎、いいですか、お願いします。まず、カープの皆さん、カープファンの皆さん、今年1年よろしくお願いします。つば九郎からのご挨拶です。よろしくお願いします。今日と明日はスライディーも盛り上げてくれます。はい、よろしくお願いしますね。今回のインターバルも登場してもらいますよ。ではお悩みどうぞ、いきましょう。まず1人目はこちら、大学2年生からのお悩みです。サークルの新刊に行くたびに、たくさん飲み食いしすぎて太ってしまいました。成人式の前撮りがあるので、ダイエット方法を教えてください。聞く相手を間違えています。ありがとうございます。続いて大学3年生からのお悩みです。単位を効率よく取るためにどんなことを心がければいいですかということで、マクロお願いします。大学3年生からのお悩み、3年生でそんなことを言っていたらもう遅い。そう。続いて大学4年生からのお悩みです。きつい看護の実習があります。メンタル保つために何をしたらいいでしょうか。お願いします、マクロ。人のお金でギャンブルしてしまう、よしなさい。はい、続いていきましょう。大学3年生からのお悩みです。まだお酒があまり得意ではないのですが、初心者でも飲みやすいつば九郎おすすめのお酒はありますか。陽明酒、銀河明酒、アンカッシュ。つまずきましたね。最後いきましょう。大学3年生男性からのお悩みです。今日好きな人と試合を見に行きます。お、今日気持ちを伝えようと思っているんですが、どうすればいいですか、つば九郎。空中クルリンパが成功したら気持ちを伝えよう。皆さん笑っていただきます。ありがとうございます。人生大ベテランつば九郎、はい、お悩み相談していただきましたが、皆さん解決できましたでしょうか。はい、今日の OB 始球式、松岡さん、八重樫さん登場です。楽しみだ。はい、以上、人生大ベテランつば九郎先生のお悩み相談でした。それではお待たせいたしました、両チームスターティングラインアップ。